こんにちは、仲間でたっぷりチェアです。100人マリオチャレンジパート152ですね。やっていきたいと思います。限界突破、これどうすんだったっけ。ニューマリのパターンっていけるんだっけ。ほい、オッケーオッケーオッケー。でもなんか死んじゃうんだな。ちょっと耐えなきゃいけないんだ。うん、なんかいけたね。よし、あとはあーちょっと弱いのか。結構勢いで、え、今度は強すぎた。 OK、 早かった。こんなもんでどうだ。よし、なんかいけたぞ。あ、ちょっと早い。うん、完璧だ。オッケー。これはどうだ。よーっしゃー。え、明日あるのか。あ、いい感じ。ゴールか。やったー、諦めなくてよかった。よし、タイトルは 0% 狙ってるって言ってたけど、もうクリア者いるのかな。どうなんだろう。さあ、ラストステージ、残念ながらクリアしていましたね。バリバリいました。甲羅に乗って、これむずそうだな。ライドオンスタイルはあんまり得意じゃない。この辺だった。じゃあこの辺だ。 OK。 あ、結構難しいな乗るの。OK、ジャンプしなきゃいけないタイミングが絶対来るはずだから。ここか、ここだったよね。はい、 OK。 これは乗ってて大丈夫なのか、それともジャンプさせるやつか。でもう一回くるんと戻って右に進んで、うん、ん、違う、これ上に行くのか。なんもね、まずい。お、いけた。でもラッキー。おお、ちょっと待って、くそ、メットかぶっていきたかったな。またライドオンだ。うぶね、場所がちょっと入れ替わるから気をつけねえと。最高打点によるよね、これはね。いや、反応できねえな。あー、惜しい。反応できねえ。 OK。 うるせえうるせえ、どっかでまたジャンプさせんだろ。反応しろ俺。ここだ。あー、またミスった。よし、乗れ。オッケー、やっといけた。これで隙間はここか。オッケー。うん、あ、嘘、積んだかも。うわ、トゲメットだったらあれできたんだけどな。ここでまさかの積み。イチルの望みを普通に握ってよかったんだな、多分な。くっそ。で、そのまま右行ってみよう。とりあえずこれでいける限り行ってみようぜ。とりあえず土管があれば正解。土管、土管、土管あった。これかな。あ、待った、乗ってった方がいいかも。さあ、この土管で合ってるかどうか。お、合ってる。くさい。 OK、 よし、メットかぶってきて正解だったな。
キノコは取れないようになってたんですね。おお、だいぶ気使ったな。最後のコースで20機くらい使ったのか。ポン、お疲れ様でした。やっぱとても難しいわ。あれだね、ハマるといいコース多いね。まあやりごたえがあるみたいな感じのコースが多いですよね。とても難しいわね。自分には自分には難しいくらいがちょうどいいかなっていう感じがします。キャプテンファルコン、ファルコンパンチですね。ちょっと時間余ってるんじゃないかなと思うんで、もう1コースくらいやっときましょうか。じゃあこれやって終わりましょうかね。まあこれ動画にしたらちょうどいい感じの時間になるんじゃないかな。スピランスピラン、みんな大好きスピードランコース。あぶね、はい、あぶね、ほい、あぶね、え、そういうことか。うわ、タイミングわかんねえ。スピランだからさ、止まっちゃいけなかったんだよね多分ね。うわー、こういってこう。お、あった、上が。ふぅ、スピンか。スピンじゃん。あ、意外といくね。こう入って、壁たはない。これだ。はい。オッケー。はい、はい、はい。うわー、よいしょ。ていや。これ自動的に、あ、壊れるみたいな。しかも全部壊してくれるみたい。10秒。あぶね。こうか。あ、違う。降りてって大丈夫なんだ。よし、スピンドーンと言ってそのまま降りてって大丈夫。なんか普通に上いけるよ。え、あー、これ見た。おー、届いた。あぶねえ、今時間間に合わないと思った。行けました。スピラン、なんかあれだね、これはテクスピですね。テクニック系のスピードランのタイプですね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。